こういう形で索敵してあげたらいいんじゃない。ほら、いるいるいる、おい、スポットできた。あとはこれでスポットしたやつを自分でやる。あー、味方抜かれてる。うい、ナイスキル。おい、味方敵取っていく、取っていく、うまい。やばすぎ、これ。カリホやん、カリホ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 。はい、どうも、ザンダルクです。というわけで、今回は、あのおなじみのゲーム会社さんが作る、完全新作 FPS ってことで、こちら。はい、読み方、イソンゾでいいのかな？こちらだいぶ前ですけど、まあ、こちらでもね、表示されてますが、ベルダンだとか、タンネンベルクとか、そちらをね、手掛けた会社さんが作る新作 FPS ゲームとなっておりまして、まあ、系統的にはね、こちらでも書いてある通り、第一次世界大戦で勝つ、まあ、前作が64人だったんですけど、まあ、わちゃわちゃ系の、なんかこう、ハードコア系 FPS ゲームとなっております。まあ、この手のものってね、めちゃくちゃ人気出ることはないんだけど、まあ、根強い人気ですよね。もうそのコアユーザーがずっと楽しんでるみたいな感じで、こちらもね、また根強い、ファンがつくんじゃないかなと思います。まあ、言っちゃあれですけど、この手のゲームで成功したので言ったら、やっぱ BF ファンがね、一番成功したところだと思うから、まあ、やっぱ皆さんのこう、イメージの比較対象となってくるところは、やっぱその BF ファンと比べるところだと思うんですけど、まあ、このゲームに関しては、やっぱ雰囲気を楽しむって感じのゲームなんでね、まあ、リアリティな戦場っていうのをちょっとま、今回動画の方で紹介できたらなと思います。ただなんかね、今回 Steam の評価見てみると、はい、こういった形で、結構というかかなり高いんですよね。だから雰囲気よし、ゲーム性もめちゃくちゃいいかもしんないから、ちょっと僕自身ね、めちゃくちゃ今ワクワクしてるんよね。で、一応ね、まだ一回もプレイしてないんだけど、一応今回題材がイタリア VS オーストリアのハンガリー帝国がなんか題材となってて、BF1 でもさ、なんかあの山側のワッパあったじゃん。あの、くるくる回るさ、あの名物のやつ、飛行船のやつ。あそこが題材なのかな？ちょっとそこら辺詳しくわかんないんだけど、まあ、一応武器とかちょっと軽く見ていきましょうか。はい、ということで、ウェブリー系のリボルバーになるのかな。結構口径がでかそうなハンドガンに、いや、ここら辺のハンドガンってめちゃくちゃ不思議な形してますよね。で、これが多分あれなんだよね。あの、上からさ、弾ガシャンって入れて、廃墟するときここからバラバラバラって出る、あの、BF1 でロマンあったハンドガンあったじゃん。多分それ、だよね。違うかな。で、あと、カルカノライフルあるんですよ。カルカノ。そう、BF1 でも登場したし、BF5 もね、あの、グレポンつけたも登場したかと思います。カルカノさん。まあ、そういうのが登場ってことでいいですね。あとは、これさ、あれかな、あの、エリート兵が使うやつかな。いやー、ちょっと待って。マジごめん、第一次世界大戦はちょっと、ディッシュ不足だわ。けど多分 BF1 のあれだよね。違うかな。で、次がオーストリアで、武器が、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。武器はいろいろとあるけど、まあ、基本的にボルアクだね。まあ、一次戦って言ったらボルアクがメインだったからな。で、ここで窓戦ってことで、窓戦って言ったらもう、ここ10年前ぐらいまで全然現役で使われてた。現役は言い過ぎだな。あの、一部使われてた銃ですね。もう一次戦から100年以上経ってもなお使われるっていうね、銃ですね。が登場してたりとかするんで、一応なんか多分 BF1 やってたら、おーってテンション上がるところかと思いますが、まあ、知らない人は多分ね、はっていう、なんかみんな同じように見えるって感じだと思いますけど、まあ、これをきっかけにね、あの、一次戦を楽しいと思っていただけたらすごいと思うんで、早速やっていきましょう。今回なんか48人体制なんだね。まあ、次、次に多い、ここ入るか。あ、モンサンミッシェルなんだ。ちょうどさ、あの、これマジリアルタイムの話なんだけど、さっき YouTube でモンサンミッシェルの観光 YouTube 動画見てて、わー、モンサンミッシェル行きてぇなーって話してたんよ。ちょっと待って。めっちゃリアルタイムやん。いや、あの、実はね、私事なんですけど、多分来年か再来年ぐらいちょっとフランス行きたいなと思ってて、その計画ちょっと立ててるんよね。さあ行くぞー。あ、攻撃開始なんか一応攻防で分かれて戦うらしいんよね。まあ、これ一応前作でもあったんだけど、あ、で、基準勝者あるね。マキシム系なのかな。普通にリスポーンする？ちょ、ごめん、本当にね、マジ、前作も言うてめちゃくちゃやってたわけじゃないからさ、数試合しかやってないか分からんのよ。はあ、雰囲気いいね。はあ、はあ、はあ、はあ。ちょっとごめん、あの、マジでにわか知識ひけらかすかもしんないから、ちょっと閲覧注意ですね。おー、いいですね。若干画質綺麗。まあ、今日前作とそこまで変わんないか。あ、この武器はカラーになってないとリロードできませんやって。いや、コールオブデューティーのガーラだとか見てくださいよ。全弾打ち切らずにリロードしてくれますからね。COD の兵士舐めんなよ。COD の兵士は無理やりクリップぶっ込むからよ。はっ！なるほどね。ちょ、全弾打ち切ってリロードしたいな。まあ、日本語訳してくれてるからそこら辺結構ありがたいよな。リロードすると、クリップ装填。ほう。ほう。これでなんかね、できるらしいよね。ほら、こういう形でクラフトじゃないんだけど、こう、残骸作ったりだとか、そう、物を置いたりとかできるらしいよね。これは弾薬ボックス置いたって感じか。いた！敵はケイチ！いるな。ライフルマンがいる。ナイスキル！気持ちいい！あ、ちゃんと、ハト出てくれんね。で、ちょっと全弾打ち切ってからリロードしよう。全弾打ち切って、リロード。はい、クリップ装填、うん。やべえ、マジで。泥臭すぎる。な、クリアガンみたいに撃ってんね。迫撃砲か、あれ。オッケー、ナイスキル！あ、日本人いる。ソマイタだって。いるな、そこ。
オッケー、基準照射やり、上がれ、突撃、全軍突撃、いやー、我が祖国のために前進前進前進せよ、突撃だ、足めっちゃ遅い、いいね、雰囲気バッチリだね。でここから行って、ここに、あ、全滅してる、ざまあ見やがれ。ナイスナイスナイス、進軍できたぞ。はい、あれ首吊ってる、こいつ首吊ってやがる。え、ホールドで無力化、無力化しようぜ。すげえ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 、結構面白いや。やる、で、リロードする。あ、で、スポーン地点作れるんだ。はい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 、迫撃を打ってきてんね。で、これでビルドで、あ、作れた、オッケーオッケーオッケー、味方作ってくれたんだ、ナイスナイス。ディーン打ちできんのかな、ナイスナイスナイス、スキルいいねー、雰囲気あるよ。いやー、まあ一時戦って言ったらやっぱ塹壕戦ですからね。こう掘って掘って一歩ずつ前に進むって感じですから。ほいよ、マジ、ほい、味方先行ってくれ、はっ、オーケー、ナイスキル、ちょ、味方下がる、リロードさせてくれ。これ B ボタンはなんだ、これ何、これ何、え、これ何、 B ボタンのこれはなんだ、何を持ってるんだお前。さあ、上がれるだけ上がるか。味方右から行ってくれている。まあ雰囲気は最高やね。ほら、敵は消えちゃ、ナイスキル、やべえ、まあ、迫撃砲が怖すぎて前出れない。味方上がってくれ。あ、これで治療できるんだ。あなたは完全治療できるのはクラスメイトだけです。うえぇ、めっちゃ黒い、なんか腕ピョーン飛んでいったよ。迫撃砲でやられたか。ほら、腕飛んでる。まあ、こういう護衛表記いいですよね。で、あとガスマスクもね、つけれる。あ、これで回復できるのかな。あ、回復して、あげられてる。これ誰回復してんの俺。自分を回復したんか。オッケーオッケーオッケー。なんかこれ包帯か。なんか素敵な模様の包帯やね。ナイス。国旗遅すぎる。やべえ、いやー、コッキング遅すぎるマジで。やべえ、こういう世界線でさ、俺だけ M4 使っていいっすか。ダメですかね。あー、ガス、毒ガス出てるわ。毒ガス出てるから、こういうところで、これをつけてあげると、無効化できるってことだよね。はい、雰囲気あるよ。まあ、BF1 もガスマスクありましたよね。うわー、爆撃機やべえ。はっ。はい、ナイスキル。コッキング遅い。ちょっとコッキング遅い。俺だけ。俺だけ M4 使わせてー。マジでさー。お。銃剣覚えました。はい、ということで覚えたんで、あとはこっちのもよ。あ、待って、後ろいる、やべ、銃剣刺されてる。ほら、よーし、刺し殺した。ほい、ナイスキル、上いるな。オッケー、ナイスキル、うまい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 、銃剣突撃とかないかな。うわー、グロすぎる。うわー、顎から上が飛んじゃってるよ。ほれー、ナイスキル、ほれー、大丈夫か、フラグ投げてる、突撃、いやもう無理。ナイスキル、あ、すげえ、これ何やってんの、これ何やってんの、なんか高さでも測ってるんかな、測ってやるみたいな感じなのかな。これでまあ航空機とか呼んでるんかな。はっ、やられた。ちょっと俺もね、あれ望遠鏡持ってきたよ。これで索敵、はあ、いやけど、これで索敵できたから、スナイパーライフォー来たー、お返しじゃ。で、ここから、こういう形で、索敵してあげたらいいんじゃない。ほら、いる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 、おい、スポットできた。あとはこれで、スポットしたやつを自分でやる。いいね、楽しいよ。おい、当てた、当てたけど多分これ威力減衰ダメなんだろうな。敵開け1、あ、スポットできた。スナイパーライフォー、オッケー、こういうことですよね。いいね、スポット楽しいな、やっぱり。こういうハードコアゲームってたまにリアルすぎて敵が見れないみたいなことあるけど、見つからないって時あるけど、自分でしちゃえばね、楽だからね。おー。いたいたいた。ナイスキル。待って、マキシム感情でやられてる。マキシムじゃないわ。なんか、フルオート武器でやられてるよ。あー、怖いよ。おれー、こういうことじゃー。いや、フルオートで言ってくる機関銃相手に裁くの気持ちいいな。治療するぞお前。はい、包帯巻き巻き、大丈夫、いける、頑張れ味方、はっ、包帯巻き巻き、あー、味方抜かれてる、うい、ナイスキル、はい、味方敵取っていく、取っていく、うまい、突撃、はっ、ガス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 、え、ガスマスク遅いよ、え、ちょっとぐらい息止められへんの君。もういいや、こっからつけていくか。ガスマスクつける。よいしょ。なんかいるな。おい。俺と銃剣勝負しようぞ、お前。おれ死ね、ナイスキル、視察。いるぞ。大丈夫か、やべえ、その人数はやばい、その人数はやばい。
いやー、相打ち？ちょっと待って、相打ちやんけ。やべ、ちなみに言っていい？もう今撮影時間普通に2、30分いってるんやけどさ、オチがない。もう淡々とこれをさ、繰り返すだけなんだよね、マジで。いや、楽しいよ。やってて全然さ、普通に KD も今2位ぐらい取れてるからさ、やってて今すごい楽しいんだけど、やべ、オチというオチもないし、特にこっからアンロックするの多分まだ先だからさ、他の銃をお見せしようにも見せられないっていう。まあ、まあ、雰囲気はね、もう皆さん伝わっていただいたんじゃないかなと思います。本当にね、やってて全然楽しい。楽しいんだけど、まあ、それ以上でもそれ以下でもない。普通のハードコア第一次世界大戦っていうねゲームですので、まあもっとね深掘りしていったら多分その各キャラごとにクラスとかスキルとかあって、で司令官になったらこういう能力使ってとかもあったりとか、フルオートマシンガンとかもあるんで、そういうの使ったらもっとこうああだこうだってあると思うんですけど、まあ現状本当にねもうこれで完結してる。もう本当に純粋にパーンナイスキル、ああやられたっていう感じのゲームなんでね。まあ好きな人は好き、もうこういうのは別に興味ねえやって人はもう全く興味ない、もう好きか嫌いかがねすごいはっきり分かれてるゲームなので、まあぜひね皆さんこちら、やってみたい方はぜひぜひ購入してみてください。一応 PS でもね出る予定はあんのかな、けど一応他のゲーム PS 出てたよね、なんかあったからさ、多分出てくれるんじゃないかなってことで、ナイスキル、はいナイスキル、強い。まあそこら辺で、ね、期待してもいいのかなって思います。やります。このまま敵に突っ込んだらいけんじゃね。やべえ、めっちゃ目の前おるやん、やばすぎこれ。カリホやん、カリホ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 、あリロードする、リロード急いで巻いて、カリホ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 、これフィードでしょ、クリップでしょ、エディットエディット、フォローオブデューティーだったらこれモンタージュになってるよ。はい、こういうことね。は、やっとやれたっていう形でね。まあこういう形の面白いハプニングというか、まあね、赤点がないからこその世界戦だと思うんで、こういうのが好きな人はぜひプレイしてくれよな。あれ行ったふりして戻る、ナイスキル、こういうことです。完全後ろを取りました、アザマル水産。うわー、おるな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 、受験受験受験、おれうれ、やい、惜しい、ダブルキル絶対いけとった。はい、っていう形のわちゃわちゃゲームですので、ぜひ遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。